この前キリトと見かけた PK をしていた連中だよね。おい、行くぞ。片付けてきましたぜ、ヘッド。遅えじゃねえか。何手間取ってやがったんだ。いや、案外手強かったんすよ。言い訳はいいんだよ。次はしっかりやれよ。それで、ネクストターゲットは、ああ？なんかあったんすか、ヘッド。いや、なんでもねえ。少し場所を変えるぞ。ここは人が来るかもしれん。ウィス。行ったみたいだね。キリトはあいつらのこと知っているの？キリト、すごく怖い顔してる。そいつらがここに？キリトが。キリト。教えてくれて。うん。うん。うん。なんかちょっと寂しいよね。待ってる。行っちゃったか。やっぱりキリトは向こうの人なのか。よくわかってるじゃねえか。誰？おっと、危ねえ。そんなもん突きつけるなよ。怖くて膝がぶるっちまうじゃねえ。どうやってここに？そんなことはどうだっていいだろう。世の中不思議なことだらけだしな。お前はキリトが言ってたラフィンコフィンとか言う。ああ、俺らも有名になったな。こっちの世界でも知られているとは。私を殺しに来たの。そう簡単にやられると思って。おいおいおい、まあ落ち着けよ。別におめえ殺しに来たわけじゃねえ。じゃあ何のよ。そんな怖え顔するなよ。同じオレンジ同士だろ。だったら何だって言うの。オレンジ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 、肩身の狭いオレンジ同士、仲良くやろうぜ。よく言う。知ってるぜ。俺はお前が何をしたか。それはどういう意味？
言えないよな、言えないよな、あのビーター野郎には。ビーターってキリトのこと？キリトに何かしたら。ああ怖い怖い、別に何もしねえや今は。まあ今日は帰るわ。でも俺たち話が合うと思うぜ、オレンジ同士。あんなヒーロー気取りの野郎よりはな。用がないなら消えろ。オーケー、分かった分かった。おめえ、あいつと一緒にいたら死ぬぜ。ちょっとそれどういう意味？うん、怖い怖い。じゃ帰るぜ。また来るからよ。キリトといると私が死ぬ。Thank you.
そこのあなた、何か悩みがあるのですね。はい。しかし残念ながら懺悔室が壊れてしまっており、本当に？それで修理した後に懺悔をするのね。わかった、とりあえず試してみようよ。これで教会を再建できる。うん。ありがとう。あなたたちのおかげで教会が再建できました。これは詐称ですが、心ばかりのお礼です。また何か悩みがありましたらこちらにお運びください。やっぱり違うみたい。どうしてキリトが謝るの？私のために協力してくれてすごく嬉しかった。でもキリトだって向こうの攻略とかやることたくさんあるし悪いよ。キリト。キリト、なんでそんなに。でも、キリトに優しくしてもらえるような、そんな。新しい情報でも仕入れたのか？オレンジの解消。キーボー、まさか危ない話に首を突っ込んでないだろうな。何か裏があるのか？オレンジ解消のクエなんてキーボーだって知ってるだろ？フォローエリアのオレンジ、初めて聞く話だよ。キーボーがそこに行ってるって話は聞いてたけどね。そもそもホローエリアについて一番詳しいのはキーボーじゃないか。俺っちの方が教えてほしいくらいだよ。キーボーが強いのは知ってるけど気をつけるんだよ。ホローエリアとかいう場所でオレンジに関わっていて危なくないなんて言っても信じないよ。まあ言っても聞かないだろうけどね。それじゃ俺っちは行くよ。またな。おかえり。ってなんかおかしくない？キリトや私でさえ知らないんだよ。いくら早耳さんでも知ってる方がおかしいよ。まあね、いろいろ調べたから。ねえキリト、もういいよ。ごめん、違うの。私はアインクラッドに戻らないんじゃなくて、そもそも戻れないんだ。そのままの意味だよ。戻ろうとしても戻れない。転移できないの。
ックソフィアでしょ。キリトを何度も見送っているんだから知ってるよ。うん、やってみせるね。転移アークソフィア。システムエラーです。フォローエリアからは転移できません。ほらね、私もわからないの。やっぱりそうだよね。オレンジを解消したらもしかしたらとも思ったんだけど、ごめんね。もっと早く言うべきだったのに。言ったら自分が帰れないってことを認めるようで。キリト、キリトはやっぱり優しいね。でもその優しさが今は痛いよ。いや、王子様は行っちまったのか。あんたはだからさ、そう身構えるなって。別に取って食ったりしねえからよ。オレンジギルドが私になんのよ。おめえいつまであのビーターと組んでるつもりだ。あんたには関係ない。俺の推測が当たってるとしたら、おめえはそろそろ自分の正体ってやつに気づいているはずだ。違うか、オレンジホローのフィディアさんよ。だからこの前から何？フォローとかよくわからないことを言って、だからさ、おめえとあの王子様とじゃ住む世界が違う。別に言葉のあやとかじゃなく、そのまんまの意味でな。おめえは所詮影の世界、そうフォローエリアの住人なんだよ。俺たちはそう人じゃない。私はじゃあなぜおめえはあっちに帰れないんだ。私はお前らとは違う。私は人間だって。ただ認めたくねえだけだろ、自分が人じゃないって。俺らと何も変わらねえよ。その表情、いいねいいね。思わずよだれが出ちまうよ。だから何だっていう。キリトは私のために。おめえのためねえ。本当にそう思ってるのか。こりゃ傑作だぜ。どういう意味。あいつはホローエリアにある新アイテムや新スキルに興味を持ってんだ。おめえは、そう、便利な案内人ってとこか。わかる？嘘。嘘よ。そんなことない。キリトは。会ったばかりのやつに命を張って助けるってか。ない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 。自分がしたことをもう一度振り返ってみない。あんたどこまで知ってるの。う
知ってんだ、おめえがやったことは。だからどうして、なんであんたが知っている。はあ、なんで知っているかって、んなことはどうでもいい。大事なのは俺が知っているっていう事実だ。敬意とか理由とかそんなもんは。で本題だ。この前も忠告したじゃねえか。おめえ、このままだと死ぬぜ。なんで？おめえだけじゃねえ。俺も、ここにいる他の連中もみんな、みんな、ゲームオーバー。意味がわかんないし、そんなこと、信じられるわけがないじゃない。あの男、キリトとかいうビーターは、このホロエリアで確実に強くなる。向かっ腹が立つ事実だが、あいつが100層をクリアする可能性はかなり高い。そうなったらホローエリアにいる俺たちはどうなると思う？知らないわ。少しは考えろよな、その足りない頭でよ。 SAO の世界がなくなった時、俺たちがどうなるか想像くらいつかねえか。まさか。そうだ、おめえの思った通り。 That's right! SAO がクリアされれば、データである俺たちは消える。さっきも言った通りのことが起きるじゃねえか。だからさ、俺たちはあいつに殺されるってことだ。違う、キリトはそんな、私たちを殺すなんて。さっきも言ったろうに、理由や過程はどうでもいいんだ。結果、結果がどうなるかなんだよ。あいつがやったことで俺たちが死ぬ。俺はそれを止める。だってよ、死にたくねえしな。だからおめえの力を借りに来たんだぜ。私にキリトを裏切れって言うの？なんなん、なに、ちょいと誘い出してくれればいいのさ。おめえは何にもしない、何も知らない。まあちょいっとことが終わるまで邪魔しないでもらうってことだけだぜ。別に殺すわけじゃない。あとは勝手に物事が進むだけだ。そんなことできるわけないでしょ。あいつの強さは知ってるんだろ。大丈夫、あいつならきっと生き延びる。死なずに俺たちと同じ世界の住人になるだけなんだから。私たちと同じ世界？そうだぜ。よーく考えてみろよ。このままあいつと別々の世界で誰にも知られずに死ぬか、あいつと同じ世界の住人になって永遠に存在し続けるか。次に会った時に返事をくれ。キリト、キリト、私どうすればいいかわからない。